はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。今月号の How to Do がは、7月号ということもありまして、七夕をね、イメージしたアレンジメントを制作していこうと思います。ただね、七夕といってもこう竹があって短冊があってとかっていうんじゃなくて、まあちょっとこう可愛らしいね七夕をイメージして作っていきたいと思います。まあアイデア満載でいきたいと思います。なので楽しみにしていてください。では早速アレンジメントの方行ってみましょう。では決まりの文句いきますか。いきますよ、いくぜ、カモン。はい、ではアレンジメントを始めていきます。今日はねこちらの器にアレンジをしていきます。まず最初にこうカラーの葉っぱをね刺していきます。これは、まあ、普通に流すような感じで刺していきます。まだね、皆さんにイメージ、出来上がりのイメージは内緒にしておきます。言っちゃうと種明かしになっちゃうんで、最後までご視聴ください。はい、このようにカラーの葉っぱを刺します。次にこの手まり草をね刺していきます。はい、このように手まり草を刺していきます。はい、続いてこのねカーネーションのピンクを刺します。はい、その次にですねこちらのアルストロメリアのねピンクも刺していきましょう。アルストロメリアは一輪ずつ弾いていきます。でイメージ的にはこう割とこの何ですかね、この全体のこのフォルムからね、あんまり花が飛び出さないように刺していきます。はい、こちらのアルストロメリアが入れ終わりました。はい、では次にこのレザーリーフファンで、この辺りとかこの後ろ側に見えてるところのフォームのカバーグリーンを少ししていきます。今回はあんまりこういうところからね葉っぱが飛び出さないようにしていきます。はい、そうしましたら次にこの黒いねカラーを横に流していきます。はい、これでカラーが入れ終わりました。はい、続きましてこちらのカンパニラのねピンクを少し入れていきましょう。これも一輪ずつ飛ばしていきます。はい、こちらでカンパニラが入れ終わりました。はい、続いてこちらの、ね、ハーブゼラニウムですね。これをハーブゼラニウムというかゼラニウムですね、を入れていきます。まあ、要するに今作ろうとしているのはこう細かい花とかいろんな花がいっぱいこう密集したこうフォルムがねしっかりと形取られてるアレンジですねを作ろうとしています。本当は、カーネーションだけとかでこうびっちり詰めちゃった感じでもいいんですけど、ちょっとそれだと紙面状にするのに面白くないので、少しアレンジ
的な要素を出しています。はい、こちらでゼラニウムが入れ終わりました。はい、続きましてこちらのねコバノズイナをね入れていきます。これはよくね皆さん両部と間違えて表記してますけど、市場でもね両部って表記してますけど、実は両部ではありません。これはコバノズイナという植物ですね。まあ正式に言うと両部はもっと大きいね花です。なのでこちらはコバノズイナと覚えておくとすごく得します。すごい情報です。ほとんど市場でも間違えてますからね。はい、こちらでコバノズイナが入れ終わりました。はい、続きましてこちらのねこのエアープランツを入れていきます。ただこのままドンと入れるんじゃなくて、これも1本ずつにして入れていきます。あ、こういうね細かい作業が良いアレンジをね生んでいくわけです。だいたいこういう線が入れる場合って最後にこう入れ終わってからよく確認して長いところは短くしたりしていきます。こちらでエアプランツが入れ終わりました。はい、では次にこちらのキノブラン、スターチスとかね要するにあのリモニウムの仲間ですねを入れていきます。もうこれは本当に細かい部分をケアするために入れていきます。はい、こちらでキノブランが入れ終わりました。ここで最後の仕上げに入っていきます。このようなねレモンリーフですね。これねレモンリーフを、まあ、ちょっとねこれもったいないって思っちゃうかもしれないんですけど、こう綺麗そうな葉っぱを1枚残して後の葉っぱをこう切り取ります。こういう状態にするんですね。こういう状態に、これ見えなく、こういう状態ですね。こういう状態にしていきます。これを何枚か作っていきます。はい、このようにこのレモンリーフのねパーツが用意されました。これがねもう気づいた方いらっしゃるかと思いますが、これ短冊代わりにします。でこれからねこのレモンリーフにこう願いをね書いていきます。はい、ではこのレモンリーフにこう願いをね書いていきましょう。ただボールペンとかじゃ書けませんよね。これに書くのはグリーンなんで、白いマジック、で書くのがいいんですが、実はねこのこれ修正液ですね。ちょっと表は見せられないです。修正液で書くとちょっとかっこよく書けるんですよね。さあ、まあ僕の願いも秘密なんでちょっとどうしようかな。わかった。そう、じゃあこれはI wish っていう感じでちょっとそれぞれなんとなくこう言葉を添えて言ってみます。はい、ではこの願いをね書いた短冊代わりのレモンリーフをアレンジに入れていきましょう。で今日はね
こういっぱい文字が出てくるとあれなんで、一つしかね、書いてませんけど、こういうね短冊にいっぱい文字を書いていくと楽しいねアレンジになっていきますね。こういう遊び心を持ったアレンジもとってもいいと思います。せっかくだからちょっともう一文字書いておきますか。フラワーとかね、ちょっとね書くのやめましょう。はい、こちらで完成です。こういうねちょっとユニークな発想のアレンジっていうのも、とてもいいと思います。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。さっきねユニークなアレンジメントもいいっていうふうに僕言いましたけど、今回ねこれ七夕っていうことで短冊代わりにしてますけど、例えばこれこの使い方はね多分いろいろなことができると思います。なんかお祝いなんかでこう一言ずつねみんなが添えた言葉を添えてこれをね友人にプレゼントするとか、まあ、結婚式なんかのお祝いとかでもいいと思いますね。なんかいろいろと発想ができると思いますね。逆にお見舞いなんかでもここにちょっと一言ね元気づける言葉を添えてみんなのこう何ですかね寄せ書きみたいな感じで送るっていうのも面白いかと思います。やはりねこういうちょっとユニークな発想というのも、何度も言っちゃうんですけど大事なんです。今回はそのユニークな発想を主にしたね七夕のアレンジメントを作ってみました。それではですねまた来月、こちらのコーナー来月ですね、皆さんにお会いしたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time.